はい、ということでですね、宮下パークの方に来てみました。当日予約、事前予約しないといけないんだね。はい。ちょっと行っていきたいと思います。いろいろ洋服屋さんとか紹介します。入場しました。で、入場したときにこんな感じで再入場券もらえるんですけど、これがないと入れないっぽいです。でも今日は平日、金曜だから金曜だけは全然人いないです。出ないです。かわいい。なんすか？どうも。見上げショップだね。屋上行きましょう。ということで屋上に来たんですけども、屋上は公園チックになって、後ろにビーチボールのパークだったりとか、あとはこの奥にボルタリングとか、あとはスケボーパークがあります。スケボーパークむずすぎて多分できないです、はい、っていう感じですね。なんか憩いの場所です。これは怖くてできん。どうでしたか、宮下パーク。はい、いろんなアパレルショップが入っているのと、あとまだ飲食店は4日までオープンしないらしくて、お茶とかしたかったんですけど、屋上のね、自販機くらいしか買えなかったので、ちょっと目ぼしいものを買いたいと思います。ルービックキューブみたいなやつがあThank you.
入っちゃコーヒー絶対美味しそうですね。これタンブラーいい。これいいね。ハイボール用。悩むな、冷やまると。悩むな。こっちが珍しいやつ。うん、リフォール。いや。Too many days in the darkness。 はい、ということでですね、こんな感じでちょっとだけ買い物しました。これが FFFFFT っていう無地 T 専門店らしくて、でエルスミットのヘンリーネックを買いました。なんかね、裾が切りっぱなしになってたりとか、なんか脇に紐がちょっとね、ついてたりとか、ちょっと面白かったんですけど、あとはザ・エディトリアルのところで、木のマグを買いました。こんな感じで雑貨だったりとか、洋服だったりとか、いろいろショップがあるんで、4日から全部開くみたいなんで、まあ気になる方はぜひチェックしてみてください。また次の動画で会いましょう。